5にガロンで無双する方法教えます。はいどうもこんにちは、リオロです。今回なんですけど、巷でバンカラマッチのシューターで一番強いんじゃないかと言われてる、かなり参考にしやすい、いい試合が取れたので、そちらの方視点見て解説していこうと思います。まあ、ガロンのいいところも押さえつつ、ガロン以外の武器にも当てはまるすごい大事なことも喋ってるんで、よかったら最後まで見ていってください。それでは本編どうぞ。はい、というわけで見ていきましょう。ステージがゴンズイ地区のルールガチホコバトルになっています。編成はこっちがリッタークワッド選択号に、相手がローラーシャープマーカー選択96ガロン。選択機いますね、やっぱり。まあ、初動は矛の方に向かっていくんですけど、ここはね、正直、矛終わった時に濡れる範囲がそんなに広くないんで、矛終わらなくてもいいですって言おうと思ったんですけど、このステージは段差の下でも矛終わったら濡れるそうですね。だから矛終わった方がいいです。すいません。矛終わるとね、こんな風に足場取ることができて、さらにスペシャルも溜まると。で、まあ、たまにラッキーキルも入って、矛終わるといいことしかないんで、まあ、上のイカランプ見て、編成見て、まあ、固形も多いとか、こっち矛終わり強そうやなと思ったら、矛終わり積極的にしてあげてください。だから X でマップ開いて怪物ギアをつけてる人がいるかどうかもチェックしておくと、ホコ割りの基準になるかなと思います。まあ、割り勝てなそうな時は、ちゃんと下がってね、無理せず、ホコ爆発に巻き込まれないようにしてください。では見ていきましょう。ホコ負けたので、まあ、とりあえずシールド貼ってね、塗り広げながらって感じですね。で、これ味方がこっち見てくれてる、左見てくれてるんで、まあ、僕は右を見に行こうかなって感じですね。で、ローラーが切ったので、しっかりと、キャラコンで敵避けて倒していきました。今は見ていきますね。まあ、まずは味方がこっち見てくれてる、正面見てくれてるんで、右の警戒が全くできてないということで、右を見るために、右を見ますと。右を見るために右を見ます。で、右を見た結果、こんな感じにローラーさんがこんにちはしてまして、反応して狙っていくんですけど、このままね、撃ち続けても相打ちになってしまう可能性が高いんで、敵の弾をしっかり避けながら狙っていくという感じですね。はい。これで1キル取りました。で、この後は一旦潜伏して、敵の位置分かってないんで潜伏して索敵してますね。この潜伏めちゃくちゃ大事です。これ今、ローラーを倒して潜伏して索敵してるっていう状況なんですけど、こんな風にワンアクションした後に潜伏して索敵をする、潜伏して状況を把握するっていう時間がすごく大事になってきます。すぐ敵に囲まれちゃうよって人とか、敵の場所が分からないよっていう人は、このワンアクションからの潜伏からの索敵っていうのがあんまりできてない人が多いんで、そこを意識してやってもらえればと思います。で、しっかり索敵して敵の位置分かって後ろからカバーできるっていう感じですね。はい、1キル取って、これちょっと鍵タンクフリータイムなんで頑張って逃げてます。味方がカバーしてくれました。味方ありがとう。で、また一瞬潜伏してますね。で、しっかりナイス押してあげて、いい感じにじゃあ詰めていきます。で、これローラーに位置バレてるっていうか、まあ振られて警戒されてたんで一回避けて、メガホンで索敵しながら前出ていきますね。このメガホンで、起点にして出ていくっていう感じですね。で、この96ガロン倒そうと思って詰めてるんですけど、これはちょっと相手が上手かったですね。エイム合わせられて倒されてしまいました。はい、今やられちゃったんですけど、ここの突っ込み結果的にまあやられちゃったんですけど、まああんまり悪い突っ込みではなかったかなと思います。まあ、今これ矛を進めるためにはキルが必要なんですけど、まあそのためのキルを狙うっていう感じですね。現状射程で負けてるんですけど、ちょっと詰めたら倒せる距離なんで、まあここは突っ込んでキルを狙ったって感じですね。相手が96ガロンで、ずっと弾を打ちっぱなしにしてて、乱数が激しい状態だったんで、まあ、当たらないだろうと思って突っ込んだんですけど、まあ相手打ち方上手くてやられちゃいましたね。まあ、完璧を求めるのであれば、この下ヘイブとしっかり利用してとか、インク回復してシールド使って詰めていくっていうのが良かったんじゃないかなと思います。はい、続き見ていきます。復活して、試合開始1分で、まあ、84もそんなにお互い両方攻めれてるわけじゃないって感じですね。で、これ手前潜伏されてたんで、これ気づいたので、うまく倒すことができました。まあ、これは正直あんま参考にならないというか、技量のプレイなんで、そんなに参考にしなくていいです。まあ、皆さんもたくさんプレイすればできるようになります。エイム力がいいとかはね、あんまり参考にしないでください。どちらかといえば動きを参考にしてください。で、今のシーンですね。この1キル取った後ですね、矛に対して狙っていったんですけど、まあ、エイム合わせたんですけどね、なぜか弾が当たらなくて、まあ、一発当てれたんで、まあ、もう瀕死の状態だったんで、味方がいるの分かったんで、味方が倒してくれるだろうってことで無視してます。で、人数いる状況、上のイカランプ見たら分かるんですけど、人数いる状況がついて、どんどんね、前に出ていきたいんですけど、敵の位置がやっぱり把握できてないんで、塗り状況悪くて、敵の位置が把握しやすい、この高いところに登って、裏取り気味に味方と挟む感じで動いてます。で、結果的にこの後、しっかりと挟むことができて、倒せてます。ね、記録ガロンいい感じです。で、これ敵の復活を警戒して、復活側にシールドを立てて、まあ、リスクを減らして立ち回ってるっていう感じですね。で、前の塗り作って、味方が前出やすいようにしています。で、これ洗濯機ね、しっかりと弾を避けていきます。味方が倒してくれました、ナイス。で、これしっかりとカバー狙っていくんですけど、今ね、ここに正面にいた敵に対してカバー狙っていたんですけど、さらに奥からローラーのしぶきが飛んできてカバーされそうだったので、一回下がって生存優先してます。1キル取るために1デソをする人いるんですけど、それやっちゃうとね、残り3対3で味方任せになっちゃって、かなり不安定な勝率になってくるんで、できるだけデソを抑えて自分一人で4人倒せるように意識しています。はい、というわけで続き見ていきます。で、これまた、索敵でメガホン使って、これを起点に攻めていきたいって感じですね。まあ、一旦塗り状況を作って、ゆっくりジャジャ出ていきます。また索敵して、潜伏してね、索敵してますね。で、敵の方を見て、だって索敵してますね、ずっと。もう本当に暇の時間を索敵、索敵、索敵って感じで。
で、今、右上から来てるのが見えたので、しっかりとエイム合わせ倒していきます。まあ、今のシーンね、ちょっと危なかったんですけど、このキルシーンですね。まあ、これなんでこのリスクを犯して、敵と近距離戦ってるかって話なんですけど、まあ、ちょっと隙を見せてあげることによって誘ってるんですね、敵を。敵降りてきてもらって、降りてきてもらったところを倒してあげるっていう、そういうことですね。わざとシールドを出すそぶりをして、体をさらして、敵を下ろして、そこを狙って倒していくっていうイメージですね。で、人数不利、ではないかな。こう状態か。まあ、攻めれる状態ではないんで、しっかりと索敵から入ってますね、また。で、この上にいるの分かったので、シールド置いて、しっかりと、またフェイント入れながら、狙っていきますね。ただ、惜しくも倒すことができませんでした。また索敵から入ってますね。潜伏して索敵して、上がってきたところを倒す。で、シールド置いて、ローラーなんでね、下にいるローラーかなり厄介なんで、シールド置いてちゃんと対応していきます。塗り状況を作って、で、メガホンでまた索敵して、圧かけして、メガホンはね、結構ポンポン入っちゃって OK です。シールド使って味方と一緒に前出ていきます。ただこれ方向戻っちゃいましたね。でスクリューしっかり倒して、ミエスタンで倒して、でクレアツをイカ忍者で倒していきますと、これがイカ忍者強いね。ちょっと戻してこのシーンですね、正面に96とローラーがいて、左にスクスラがいるっていう状況なんですけど、この状況かなり挟まれてて危ないんですけど、なんでここを前出ていったかって話ですね。この状況普通やったら引いた方がいいって話なんですけど、まずなんで今回はこの1対3不利な状況、不利な1対3をしに行ったかって話で、まずこの僕がいるこの場所、この小さい広場、ここ取れるとかなり攻めやすくなると。ここはね、矛の侵入経路になったりするんで、まあ、この広場を取ることが攻める上ですごい大事なんですけど、まあ、だから攻めたっていうのがまず一つで、次この矛の小さい台、これのおかげで仮にカバーが来たとしても、そんな無謀な戦いにはならないということですね。これ絵にするとね、すごい分かりやすいんですけど、この緑が矛の台やと思ってください。この矛の台の向こう側で洗濯機と1対1をして、早めに決着をつけることができれば、こっちからカバーが来たとしても、この台に隠れて一旦落ち着いてから1対1をもう一回できると。だから言ってしまえば1対2になるんじゃなくて、1対1をかける2回するだけだよって話なんですよね。この矛の台をうまく使うことによって、ちょっと文字汚すぎるけど、1対2じゃなくて1対1をかける2回するだけだから、まあここは詰めれたよって話ですね。まあ、前提としてこの洗濯機を早く処理しないといけないっていう前提はあったんですけど、まあ、仮にこれ洗濯機を処理するのに時間かかったとしても、この奥に逃げ込めばね、下から降りれるんで、ここから。まあ、大丈夫かなっていう判断で突っ込みました。で、ここは案の定、1対1を2回して、しっかりと、広場を取ることができました。で、敵の進路をしっかりとシールドを塞ぎながら周りに塗っていくって感じですね。これでかなり前線上げやすいかなって感じですね、味方としては。前出て、またシールドを使ってね、ヘイト集めて、ここが前に出やすいようにしています。で、カバーもらえて、で、メガホンでさらに敵を炙り出して倒していくって感じですね。終わって、ここはもう矛あってね、無理やりちょっとカウント進めらされたんで、僕は進めちゃいます。まあ、ここは前線維持してもそんなにね、美味しくなさそうだったんで、人数状況的にも2対2とかで、まあ、もう自分で進めらされたんで、自分で進めるっていう判断ですね。まあ、基本的にはただ、自分でキル取って自分が前線上げてあげた方がいいですね。まあ、キル取るっていう仕事の方が難しいんで、その難しい仕事を味方にやらせるんじゃなくて、自分で難しい仕事をやって、味方に簡単な矛持ちをやらせてあげるってイメージです。まあ、たださっきみたいに、明らかにこう、自分が矛を持つことによってリードできるとか、カウントをかなり稼げるっていう時は、自分がルール関与してあげた方がいいと思います。さあ、残り1分半。さあ、矛はかなり高い位置にあるんで、まあ、無茶せずに、まあ、キル狙っていくって感じですね。さあ、前で潜伏して、索敵して、敵に甘えてくるのを待ってるって感じですね。で、これ今のシーンで、ね、イカ忍者聞こえたんで倒しに行ったんですけど、まさか2人いたっていうね、1人しかいないと思ってたんで、このローラーじゃなくて奥にいるシャープマーカーだけだと思ったら、2人いました。これは敵甘かったですね。敵見ていきましょう。さあ、また潜伏して、しっかりと索敵から入って、甘えたところを倒していきます。もうこれね、本当に今のシーンとか見ても分かると思うんですけど、一回潜伏して索敵して、見つけた敵を倒すっていう動きね、かなり強いんで、しっかりと覚えてもらえればと思います。残り40秒。まあ、変なことしなければ、ここから負けることはないですね。たまた前で潜伏して索敵していくっていう感じですね。潜伏して、降りてくるやつを狙うのではなく、しっかりとね、確実に倒せるとこから狙っていきます。潜伏して、ここですね。一番後ろのやつを倒して、最後尾のやつから倒すことによって、こんな風に、連キルを取ることができますよと。一番初めのやつ狙っちゃうとね、中間にいるやつにカバーされちゃうんで、一番後ろのやつをしっかりと狙ってあげてください。これで最後一人でワイプアウト取って、勝ちという感じですね。ナイス。はい、22キル5ですということで、かなり無双することができました。ギアはちょっと今、その時ね、ギア開け中やったんですけど、理想のギアはこんな感じで今は完成しています。まあ、今回結構キル重視の動きだったんですけど、いかがだったでしょうか？かなりね、キルの取り方というか、キルを取る感覚、掴みやすかったんじゃないかなと思います。もう忘れないうちにね、この動画見終わったとすぐ、バンカラマッチ行ってもらえればと思います。わからないこととかはコメントで書いてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。